はい、運動もした西諸レディオ、今回も無事終了いたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。今回は高原町から、野添美智さん、のんちゃんに、はい、電話でしたね。今お越しいただきましたね。言いかけたけど電話でした。電話で、ね、電話でした。はい、お話いただきました。ね、本当に。しかもこれ、すごい。金子さん、ゆいさんの名前で。そうなんですよ。ね、この運動もした西諸レビューも、ね、書いてもらいました。のんちゃんありがとう。ありがとうございます。素敵な愛の詰まった。そう、ね、そうなんですよ。私こんな風に見えてるのと思ってわわしたんですけど、本当かどうかちょっと不安になったので。いや本当ですよ、これを見て、うん、あ、こうあるべきだと。あ、そうだ、自分にちゃんとこうね、理想じゃないけど理想の私はここにいると思って、これを目指して、より高みを目指していきたい。毎日こう玄関に置いてたらいいと思うんですよ。あの家出るときにドアのここにこう出るここにビュッてしてね。そうそう、読みながら行ってきます。いいですねそれ。いいな、そういう使い方できますね。ね、今回の、放送またレディコで、レディコ確かに。なんでレディコって言ったの？レディオ。西諸レディオのあれで言っちゃった。ラジコです。ラジコ。ラジコです。このアクリル板を飛び越えてもう唾が飛ぶぐらい笑っちゃいましたよ、ね。そう。壁があるのにね、本当ね。ラジコで週刊聞けますので、また、こちらでもチェックしてください。ではお相手はシンガーソングライターの大野優太と MRT アナウンサーの岡田根田由衣でした。そして今週のゲストは新書家ののんちゃん。みちょかぶった。じゃあ新書家の新書家のの合わないのんちゃん。それではまた聞くやん。ありがとうございました。あなたに寄り添い心を伝える書家として活動している新書家のんちゃん。普段は言えない感謝の気持ちや思いを込めて、大切なお名前をポエムにしお届けします。出産や誕生日、入学や卒業、結婚式や金婚式、会社のお祝いなどなど、大切な記念日の贈り物にいかがですか？詳しくは新書家のんちゃんのホームページを見てね。運だもしたん西諸レディオ、毎週土曜日お昼2時から絶賛放送中。みんなのお便りも待っちょいよ。